千葉県立タコ高等学校は、千葉県、香取郡多古町多古にある公立高等学校。1907年に創立された多古町立多古農学校が、前身の公立高校。創立後、1923年の県立遺憾などを経て、戦後は、千葉県立多古高等学校と解消後、一時は後、学科を設置していたが、 現在は普通科と生産流通科の2学科体制、全校生徒約350名の規模である。2012年からコミュニティスクールに指定され、地域密着型の学校を目指している。1902年、他校長が日本全国で2番目に高知整理を完了させたことを記念して、同町に農商務大臣から賞金が与えられた。賞金の使い道が検討される中で、 農学校を設置すべきとの機運が盛り上がったが、1904年、日露戦争が起こったことにより、この計画は一旦中止を余儀なくされた。1907年1月24日、タコ町長と妙薬寺住職らとの会食の席で、妙薬寺住職が寺の建物を農学校の校舎として提供することを申し出、設置が具体化し始めた。同年4月12日に開校が許可され、 仮校舎となった、妙薬寺において6月3日に始業式が行われている。タコ農学校は、おつし農学校として設置され、創立当初の生徒定員は120名。設置に要した予算は514円であり、その大半は先日の賞金によって賄われた。職員は校長以下4名、生徒は千葉県河全域から集まった43名という、 人用でのスタートであったが、校舎といっても寺の栗を簡単に区切っただけのもので、前提の隅に鉄棒が一組、運動場は一端部のテニスコート一面のみ、そして校庭には墓石が広がっている荒れた寺小屋の風情であり、教育環境の貧弱ぶりは覆うべくもなかった。失望した生徒の退学が相次ぎ、卒業までの間に生徒は12名にまで減った。 二年目以降も、生徒募集は思うに任せず、やっと入学した生徒の退学にも歯止めがかからない状況が続き、町議会でも学校の損敗をめぐって、毎年のように紛糾する中、町立での運営には限界があるとして、軍立遺憾を求める声が上がるようになったが、なかなか実現を見ることはなかった。1917年10月14日、現行地に新校舎が完成。 1919年にはようやく軍立遺憾が実現して公明が香取軍立タコ農学校に改称された。その後1923年に軍政の廃止に伴い県に遺憾され、千葉県立タコ農学校となり、翌1924年には4年生に変更。1927年、公主農学校に昇格して5年生とされた。1933年、 生徒定員に比べてゼマで各所に分散していた実習地の集約、拡張を目的に学校の東1キロの場所にある小牧台の開墾に着手。生徒は正規、熱血、流行の3段に分かれて開墾にあたり1936年に完成した。1937年に創立30周年を祝い法案殿の設置などの記念事業が行われた。 戦時職が強まるにつれ、多コ農学校でも勤労奉仕が始まり、鶴舞農場の開墾や三ズ加護料牧場での勤労奉仕、出生家族への訪問が行われるようになった。太平洋戦争が始まった翌年の1942年には、国民学校高等科卒業者を対象に3年間の教育を行う過程を新設し、2種と称した。 これに伴い国民学校初等科卒業者を対象とした従来から存在する5年生の家庭が一種と呼ばれるようになったが、1944年には二種の募集が停止され、その代わりとして一種の定員が一学級増やされている。この年には、他校調立家生女学校を県立に移管する形で、農学校女子部が発足。また二種生49名が、 周淳の生徒と共に、都満勤労報告隊を結成して、満州に渡り、3ヶ月の間開拓に当たった。選挙区の悪化と共に、満州に渡ることが難しくなると、北海道での勤労奉仕が行われるようになり、終戦に至るまで現地に留まっている。1948年、学生改革に伴い、千葉県立タコ実業高等学校に、会唱、球団支部は、 農業科旧女子部は被服科とされ、2日ほどでのスタートとなったが、農業科は旧多子農学校の本校舎、被服科は女子部校舎に分かれている状況に変わりはなかった。この年の7月には、農管期の未授業を行う昼間定時制被服科が併設されている。1949年、総合高校の理念に基づき普通科が設置され、第二校舎で授業が始まった。 普通科の設置に伴い校名は、千葉県立多古高等学校に改称されている。1950年、全日制、定時制の家庭科が募集停止となり、全日制家庭は普通科一学級増、定時制も普通科一学級に転換された。全日制家庭の学級増分は、第一校舎で授業が行われるようになり、学級増による校舎の手狭が問題となった。 1951年6月3日、旧校舎玄関脇に第一棟本館が完成し、普通科、農業科ともに本校舎に収容可能となった。これ以降も1955年を目標に校舎の増築が続き、諸施設は面目を一新していく。また、第一棟本館が完成した年には、中村と東山村に多古高校の分校が設置されている。 1956年、昼間定時制の不人気などの背景から定時制、普通科の募集が停止された。同時に、演算文工の募集も停止されている。1957年、町立農学校時代に建てられた大二棟が解体され、新校舎の建築が始まった。この頃、タコ高校、第二校舎の敷地をタコ町に譲って、 タコ町役場とする話がまとまり、この年の5月31日に第2校舎を引き払い、本校舎への引っ越し作業が行われている。これによって長く続いた校舎の分散状況が解消された。第2棟新校舎の竣工式が行われたのは9月5日のことである。1961年、中文校が統合され、文校で行われていた。 定住制短期課程科の授業も他国高校本校で行われるようになったが、2年制の短期課程科では、高卒の学歴が得られないことから、1963年、短期課程科は募集停止となり、代わって全日制課生下が再設置された。翌1964年には、農業科に学級のうち1学級が園芸科に転換、1970年に、 商業家庭科が増設され、多古高校は普通科、農業科、園芸科、活性科、商業家庭科の語学科を要する総合高校となった。生徒の増加により、グラウンドの手狭が課題となる中、高知北側に隣接する畑を購入する計画が持ち上がり、約1丁部強の土地を購入し、第二グラウンド造成が行われ、1967年に完成。 その後1970年には第3グラウンドも完成している。カトリ内の高校5校のうち、鉄筋コンクリートの校舎を持たないのは、多校高校のみという背景から、校舎鉄筋コンクリート化の運動が続いていたが、これが実り、1969年に管理棟の工事が始まり1971年5月15日に、竣工式が行われている。その後も工事は続き、 1974年の特別教室棟の竣工をもって全体の完成を見た。1991年に火星化、1994年に商業家庭科の生徒募集が停止された。一方、農業系の学科においても、農業の各種技術革新、専業農家の減少、近隣に立地する成田空港の発展による生徒の進路志向の変化などが背景となり、 1994年、農業化、園芸化が再編されて、生産流通化となった。人の務むも多けれどの歌い出しで始まる、旧制タコ農学校の校歌は1924年に制定されたものであるが、制定時の記録が残っておらず、作詞、作曲者が不明の状況が長い間続いていた。1970年になって、制定当時のタコ農学校教師の一人が、 小学校勤務時代の教え子で後に作曲家となった山本義樹に作曲を依頼し、山本が実刑の英気の死に曲をつけたものであることが判明した。1983年、校内に旧成多古農学校の校歌費が完成している。新生高校以降後農学校の校歌が総合高校となった状況にそぐわないとして、改正の声が上がり、 タコ高校教諭だった、林伝兵作詞、捜査高校教諭で、タコ高校音楽担当講師も兼任していた、金田春夫作曲の原稿歌が制定され、1952年10月18日に、新校歌発表会が行われた。タコ農学校時代の交渉は、農業の象徴として、そこにリボンをあしらった稲穂のリースで周囲を囲み、中央に眉玉を配し、 眉玉の部分に、脳の文字を浮き上がらせたものだった。1949年の普通化設置後、中央の眉玉がなくなり、脳の文字をはしご高の、甲に置き換えた原稿の交渉に変わった。1921年2月11日の起源節に、多古農学校の後期樹立式が行われた。農学校時代の後期は、紫地の中央に交渉を廃止、旗の周りは、 金ボールで縁取られていた。戦後の交渉改正後、交渉の眉玉の部分を絵の具で塗りつぶし、金紙の脳の文字を甲に入れ替えた状態の後期を用いていた。現行の後期に改められたのは1955年のことである。1951年、中村と東山村に多古高校の文校が設置された。中文校は多古高校本校における 定時制家庭科の廃止を受ける形で、2年生の定時制短期家庭科として発足。県立高校の分校ではあるが、分校そのものの設置者は、千葉県ではなく、中村で、中村小学校、中学校の高地に同居していた。設置当初は、生徒数も少なかったが、増加を見せ、産業教育振興法、定時制通信制教育振興法による、 補助金によって施設も充実を見せるようになった。1961年、分校の設置者である多古町と多古高校の協議の結果、中分校は多古高校本校と合併し、分校の施設は多古高校本校に移転された。中分校と同じ年に発足した円山分校は、定時制農業化が設置され、多古高校本校から16キロ離れた円。 山中学校の教室で授業が行われていた。教諭は、他国高校本校との兼任で、分校までバスで通ったが、道路事情が悪く、冬になると、しばしば徒歩で分校に赴くことを余儀なくされていた。中文校動用に設置者は、演山村で、運営や、生徒募集において厳しい状況が続いた。設置から4年後に2教室の校舎が完成したが、 全校生徒が42名にまで減少しており、2度の卒業生33名を出したのみで1956年に廃止された。廃止時に在籍していた生徒は、他国高校本校や近隣の高校に編入している。2017年度の在校生の居住地を自治体別に分類すると以下の通りである。主な出身中学校別の在籍数では、 タコ中学校が112名と最多で、ついで、捜査私立洋海市場第二中学校の39名、成田市立大英中学校の34名、香取市立佐原中学校の21名、香取市立栗本中学校と山田中学校、柴山町立柴山中学校の各校が16名、捜査市立の坂中学校、香取市立佐原第三中学校の両校が11名、 成田市立演山中学校が9名となっている。ありがとうございます。